はい、どうも、アキです。ゼウスバルカン降臨超地獄級に光ラーパーティーで挑んでいきます。まあ、勝てないでしょう。実力試しだ、それでも挑戦。絶対勝てない、こんなんで。うわ、そっか、お前変換してくんだ。とりあえず残さないようにね。はい、で次確実に決めていこうという話ですよね。無駄にうまいな、無駄にうまかったな今の。でまあ次火急所あるんでね、火は左に置いときましょう。パーティー組むときね。で光が欠損してると、光欠損してるけど盤面的にまあ大丈夫そうだな。うまい、火が降ってきやすくなる前にすでに火が多いっていうね。だからこれ無理かな、無理かな、普通に突破するのなんか無理っぽいので、まあひたすらコンボ組むことだけ考えようかな。これ無理だよな、火の攻撃めっちゃ強くなるよな絶対。まあ5ターン耐えるか最悪。これ絶対無理だわこんなの。抜けるわけねえ、ほら思う、これは抜けねえ絶対。そして回復が来ない、怖いぞこれ。無理だわ、なんなら火属性吸収消えるまで無理だわ。怖い。まあおでんのね自動回復があるんでね、多少怖さは消えるが、あダメだこれ、ちゃんとパズルしないと本当にやばいやつだ。あこれやばいんじゃね。うわあぶねえ、回復が追いついてないですね。問題は。結構大事なことですからね。光ラーにおいて回復というものは。これいつになったら突破できんだ？それにしても。うわ、いった。ワンチャン威嚇まであるわ。てか威嚇あるわ、普通に威嚇しよう。で整地しつつしようかな、整地しつつ、こっちで整地して、こっちで整地して、あっちで闇を一個消そう。うまい。うわ、ドロップが来ない。オッケー、これで全色ある。でももう一旦ぐらい貯めようかな。よし。でこれはあと成長崩せば大丈夫でしょう。
よし。いや、威嚇を使うんだったらもうちょい早めに使えばよかった。でもまあここもね、整地してワンパンすればいいんでしょ。要するに整地してワンパンは怖いか。一発殴ろう。火回復草で闇光か。あ、光が間に合わん。くそ、あとちょっと回したら間に合ったのに。あれ、これ49倍出せば倒せるパターン、もしかして。せいちせいちせいのちせいちね。あ、あ、やべえ、聖地が下手くそだった。でもまあ大丈夫かな。うわ、なんか下手くそなパズル。まあ49倍出たし大丈夫。落ち込む来るし、そういうゲームだし。ここね、6ターンで仕留めないと死ぬっていう辛いところ。斜め入れてこう、よし、落としをね使って。あれ、倍率出してないし。あー、うぜえ。ワンチャン威嚇まである。ここも各6ターンでえぐいやつ来るから。うん、あー、よく出した。あ、これもう威嚇だな。威嚇発動。うわ、木が揃ってない。まあ落ち込んでくるんだけどね。でも聖地だな、聖地。向こうでハートを一組消そう。うわ、くっそ、ターンたまらなかったじゃねえか。はい、でこれをダダダダッと崩そうと。その前にまあ、まあ大丈夫だろうと。ワンパンできるでしょう、これで。オッケー。で、色がくっそ、欠損しとる、欠損しとる。ハート1コンボでハートとキー好意的なことやろうかな。やめとこ、そういう賭けは。
聖地です。いわゆる聖の地です。超聖地します。はい、これで左側全部組めました。で、なんなら今違うな、ここ、こうだな。で、左側組めてて、あ、ミスった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 けど、49倍これで出せる。行こう。うおー、まあいいか。ああ、ミスったな。火がね、決めれてた。でも、もう一旦余裕あるというか、なんならこいつの攻撃受けられるからな、実際。おお、無駄に落ち込んくるね。勝った。そしてなんならそろそろ威嚇もたまり直すんじゃない？威嚇あと2ターン。ちょっと時間がないな。わい、ちょっとこの後用事がある。ここはもう普通に殴り合うしかないよな。はい、斜めと、あー、まあ貫通もワンチャンあるけどね、そんな頑張らなくていいでしょ。ワンチャンワンチャンって、お前は犬か、まったくもって。で、ここは回復ドロップ残して、あー、よし、あ、残す必要なかったじゃん。なんだよ、うぜえ、こいつが超うぜえ。もうしゃあない、耐えながら殴っていくしかない。てか、これされるから光ラー向けの、もしかしてダンジョンではない、まさか。このお邪魔がいっぱい降ってくるからさ。ああ、斜め失敗してる。お、これなら耐えられるのかもしれんな、もしかしたら。はい、回復消しすぎ。うん、どうしよう。おい、バカ野郎、一旦無駄にしたじゃねえかよ。ラーめっちゃ弾くね、調子いいねラー。
斜め、よし、落としね。お久しぶりに倍率出たんじゃない。時間がやばい。え、ラーめっちゃ弾くね、ほんと。どうした、どうしたら、もう決めれんわ、こんな盤面。100無理でしょ、100決められないでしょ、こんなの。あー、もう下手くそー。もうお邪魔が邪魔すぎる。自分でお邪魔って言ってるんですけどね、向こうもちゃんとその辺は理解してるのか。あー、もう下手くそだな。これやばい。青電打ってもいい。青電打とう。で、いらないドロップを消しておこう。よしよしよし、オッケー。で、この回ドロップ調整。いや、威嚇なしで耐えれたのはいいことだよ。よし、ここで49倍決めきる。もうそれしか勝つ手はない。光を持つ。で、草をここで作る。火はその縁で作る。闇ねね、もういいや、適当、時間がない。あ、これ100闇が無理だ。諦めてしまった途中で。あ、これいけそう、これいけそう。光、草、水、闇を頑張って作る。で、水、あと回復。あ、火ができてない。やばいぞ、回復追いついてるか。うわー、つらい。やばい、鬼つらいぞ。これ抜けねえかな、7倍では。おっしゃ、めっちゃ都合ええわ。はい、やばい、ここもワンパンするしかない。ここはマジでワンパンするしかない。一旦整地できるのかな。一旦整地するか、一旦整地すっか。あ、やばいやばい、整地が下手だ。これもう終わったかもしれん。頼む、死んでくれ、頼む、お願いだ、死ねー、死ねー。よっしゃー、よし、弾け弾け。うわー、最悪だ、全然見てなかった。しかも、うわー、うわー、よし、ここもワンパンしてやる。ワンパンできねえ。くぅ。くっそー。こいつら強えぞ。うわ、うぜえ、無理だこれ。
くそ、こんなとこで威嚇使うとは。どうよこれで、お邪魔が一個あったか。あ、光が落ち込んきてくれたらな。やばい、倒しきれない。落ち込んに頼む。おっしゃ、49倍落ち込んで出すというスタイル。確かバルカンって先制除隊以上向こうあったよね。だからエキドラ使ってよかったんだよね。よかったよね。よし、俺は勝つ、必ず勝つ、何が何でも勝つ。うわー、もう1コンボいけた。え、49倍出た。うわ、クソ、変化あんのかよお前。回復追いつけ、回復追いつけ、そして欠損してる。うわ怖え、ひたすら怖い。何これ、こねくり回しすぎた。ちょっと今のはさすがに。こんな感じ、落ち込んきて。いや、これやばいな、さすがに。緑おでんでどうだろう、追いつくね、回復これで。どうよ、どうよ。でなんとかコンボ以下吸収が来て、最後ワンパンしたい。あ、これワンパン来たわ、ワンパンもらったわ。これチェンジザワールドで来たわ。光ラーでノーコンとかやべえわマジで。やべえ、マジもらったわこれ。カリラーでゼウスバルカン降臨、濃厚もらったわ。超強えわ俺。ふぅ、ふぅ、気持ちいい。バイト行ってこよう、バイバイ。